身長美容医学科学生整形学生も身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長を知る人はチャンネル登録よろしくお願いします。本日ですね、病院に行ったらどうしようもないというふうに言われた方やとか、そちらの方でお話しさせていただきたいと思います。で、身長が、ね、低くて悩んでる、もしかしたら身長が伸びるのかなと心配して病院に行ったらどうしようもないというふうに言われた方が非常に多いんじゃないかなというふうにほとんどのケースがですね、まあどうしようもないという、まあどうしようもないという表現というよりは、その病院では何もできないというような答えになってくるのかなと思うんですけども、そこも含めてちょっと説明していきたいと思います。どうしようもないって言われるケース、まあいくつかあるんですけど、例えば骨端線が閉じてる、例えばこういったパターンですね。現状としてですね、まずは骨端線が閉じてるっていうふうに言われて、それでどうしようもないというふうに言われたパターンとしては、当院に来ても結構厳しいんです。で、ただ骨端線が閉じるギリギリで、今更治療を受けてもダメだよってケースね。それに関してうちでちゃんと治療すると上乗せできるケースは結構ありますので、そういった場合はご相談いただいてもいいと思います。例えばなんですけど、骨端線が閉じる、頭骨が閉じるので、あと数ヶ月閉じるっていうレベルとかだと、最大でプラス3センチぐらい、ね、上乗せできたりとか、そういったケースもあるかなってことですね。次、身長伸びが止まっているってケースね。これは結構厳しくて、うちのクリニックに来ても厳しいです。もうやっぱりゼロはゼロというか、止まってるものは止まってるってことですね。止まりかけだとギリギリ何かできるかもってことですね。ただ、例えば年間成長率がやっぱり1センチとか、そういったケースになってくると、上乗せできるのはやっぱりせいぜい1センチとか2センチとか、それぐらいしかできないのかなっていうところだと思います。次は ALP がもう大人の値ですね。これに関して言うとすごく難しくて、例えば骨端線がしっかりと開いてて ALP だけが低い場合っていうのは、逆に言うと治療してあげることによって ALP を無理やり上げることができるので、すごく伸ばせるケースもありますし、やっぱり厳しいよっていう場合もあると思います。次はこれ結構ねあるあるだと思うんですけども、低身長ではないので治療できませんと言われるパターンですね。低身長って一応医学の世界だとマイナス 2SD 以下というのなんですけども、それ以上に身長が高いと治療できませんって説明になってきます。それに関して当院だと低身長ではなくてもですね、そういう風な低身長です、医学的な低身長ね、マイナス 2SD 以上であっても治療できますので、そこは違うかなってことですね。次、病気ではないので治療できませんというパターンですね。これもうちだと治療ができます。で、逆の表現を使うと、私の方だと体質低身長ですね、特発性低身長ですね、病気じゃないんだけど身長低い子に対する治療しか行ってませんので、そういった方はうちだとねよく治療できますよと説明だと思います。成長ホルモンが十分もう出ているので治療できません、どうしようもないと言われたパターンです。これもうちだと治療ができます。特発性低身長ね、体質低身長という表現でもいいと思うんだけど、そういった方々は基本的には成長ホルモン出てますので、そういった方に対してどういうふうな投与するとどういった結果が得られるか、どういった安全性が得られるのかというところで、そこに対する知見を私たくさん知ってますので、そういったところにぜひご相談いただければと思います。次、14歳以上なのでもう効果がないですねって言われたんですが、どうしようもない。これに関しては2パターンあって、実際我々私の方に来てもやっぱ14歳以上で結構厳しい人も多いのも事実ですね。コスパという表現をするのであれば、やっぱコスパはすごく悪いですので、すごくねその効率的であるという表現ではないと思います。ただ、どうしようもないかと言われるとまだ治療できるかもしれない。ただもし早熟だったりするともうねなかなか難しいねっていうケースもあると思うので、14歳以上だとやっぱすぐに、でも私のところ相談していただくってことが必要になってくるかなと思います。次、保険適用ではないので治療できませんというパターンです。これも多いと思います。で、結構これ皆さんもぜひ気をつけていただきたいんですけど、それは保険診療の先生が悪いとかではなくて、結構保険診療あるあるで、保険診療の先生はそういうふうにマイナス 2SD 以下でなければいいとか、目標が全然その患者さんと違うパターンが多いんですよね。当然保険診療の場合だと病気を治すってことも目的になってくるので、患者さんは例えば165センチに行かなければそれはすごく治療したいという気持ちがあっても、それを汲み取ってくることはなかなかないです。なのでそこら辺もしっかりと目標をしっかりと患者さん と、ドクター側で共有するってことがすごく重要かなというふうに思ってますので、そういった意味でそこも重要かなというふうに思います。次、これも結構多いパターンですけども、超早熟なんだけども春季早発症とまでは言わないねっていうパターンですね。これ結構言われるパターン多いと思うんですけど、ただこれの場合だと基本的に春季早発症の波に春季が入るわけですから、春季早発症の波に低くなるので、すごくね治療の適用としてはいい適用になってくるので、こういったところもぜひね当院にご相談いただくといいんじゃないかなという思います。はい、ということですね、今回ですね、病院に行ったらですね、どうしようもないというふうに言われた方やということですね、実際ですね、本当にどうしようもないパターンもありますし、なんとかなるパターンもありますので、そうですね、なんとかなるパターンだというふうに、当てはまった方に関してはぜひね当院もご覧いただくといいんじゃないかなと思います。今後もですね全身全霊でね身長に関すること配信していきたいと思います。身長の話し合いとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。